どうも、こよです。今回のですね、新春総集編動画シリーズはじゃじゃーん、サバゲーミリタリー系動画総集編となっております。ヤフオクとかでね、安く落としたりとか、あとね、ハードオフで買ったりとかですね、あと昔ね、買ったものを引っ張り出してます。レッツゴー。どうも、ぽよです。今日はですね、ヤフオクで落としたエアコッキングガンを開封していきますということでね、こちら先ほど届いた袋、早速開けていきたいと思います。レッツゴー！オークションハンター！はい、ではね、早速ね、開けていきたいと思います。先ほどね、プチプチ巻かれてましたけど、そちら取りました。はい、じゃあね、ガンケースね、開けていきましょう。まあね、このガンケースがね、さらにおまけでついてきたっていうのでいいですね。はい、じゃあ中身を見てみましょう。おー、丁寧にね、出品者の方、梱包していただいております。こんな感じですね。はい、綺麗にね、梱包してあります。じゃあね、一つ一つね、プチプチ取っていきましょう。まずはね、こちらね、ちょっと大きめなプチプチですね。さあ、何が入っているかと言いますと、こんな感じでね、ライフル、バイポッド、本体にマガジン、ビビダンという形ですね。はい、こちら全部合わせてなんとこの価格、はい、落札価格で9800円となっておりますね。非常にね、安く買えました。メーカーは多分 A&K さんですね。はい、こんな感じのスペックですね。はい、実銃はね、あのソビエト連邦がね作りました。まあドラグノフですね、あのカラニシコフですね、を作った方がね、設計製造に関わっております。まあ、セミオートマチックということでね、非常に大きなね、口径 7.62mm 弾を使っておりますね。はい、相談数はね、実銃だと10発ですね。こちらはね、ゼンマイ式のね、エアガンはね、あのマガジンついておりますのでね、たくさん撃てますね。はい、こんな感じでね、バイポッドつけてね、はい、スコープつけるとなかなかね、様になりますね。非常にかっこいいですね。はい、じゃあね、サイズ感ちょっと見ていきたいと思いますけども、こんな感じですね。上がね、L96 ですね。L96 よりでかい。そして一番下が G スペックですね。これもね、全然ね、G スペックよりもでかいということでね、これびっくりするぐらいでかいですね。こんなでかいとはね、やっぱりこれちょっと取り回し的にはちょっとね、サバゲー森林フィールドでなんとか使えるかなってことですね。そしてこんな感じでね、一番上のね、M14 のね、ソーコムちょっと短めの M14 ですねと、下の、M4 系のものですね。こんな感じでね、やっぱりでかいですね。ダントツでかい、かなり長いですね。はい、そしてね、コッキングレバーがですね、こんな感じでね、ちょっと重たいんですね、なかなかね。はい、じゃあちょっとね、 このままね、まず威力ですね、見てみましょう。はい、0.25 弾ですね。88以下じゃないとダメですね。はい、ということで 79.31 ですね。88で、だいたい1ジュールなので、安全圏ですね。まあいい感じですね。 80.65、 だいたい80前後ですかね。はい、そしたらね、次はね、集団性ちょっと見てみましょう。だいたいね、室内でやってるのはね、8メーターちょっとレンジ確保しましたんで、じゃあ集団性見ていきたいと思います。ゼロインはもうしましたので、早速じゃあ打っていきたいと思います。まずはですね、一発目いきますね。はい、ちょっとね、右下にねちょっとずれましたね。はい、次2発目いきましょう。はい、おお、ほぼど真ん中いきましたね。いい感じですね。次はどうかな、3発目、はい、右上、はい、4発目は、次はどうかな、ちょっと左上、はい、5発目、はい、おっと、5発目、同じとこに当たりましたね。次、6発目、はい、ちょっと上行っちゃいましたね。はい、ちょっとブレてるね。7発目、おっと、同じような位置、はい、8発目、おっと、また同じとこに当たった。9発目は、はい、おお、ちょっと上に上がりましたね。第10発目。はい、こんな感じですね。同じようなところに当たりました。はい、こんな感じでね、あ、ちょっとおまけでね、あと1発打ってみます。はい、
そうかな、11発目。はい、こんな感じですね。ということでね、結構集団性高いですね。まあまあね、8メーターレンジ取りましたけどね。はい、集団性なかなか良い。はい、ということでね、なかなかね、良いね、エアガン手に入れましたね。ドラグノフということでね。はい、こんな感じでね、これからもね、サバゲー関係にね、関する動画もね、上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということでね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ゴヨウでした。またな。どうも、ゴヨウです。今日はですね、なんと、ハードオフで2000円で買った謎のメーカーのガスガンは果たして撃てるのかというところでやっていきたいと思います。ということでね、非常に激安ガスガン撃てるかな？そこでハンター、狙い撃つぜ。はい、ということでこちらの商品ね、2000円で買ってね、ハードケースにちゃんとね入ってるんですよね。それであのハードオフでね、あのショーケースに入ってたんですけどもね、値段見たらなんと2000円と書いてあるので、なんでこんな安いんですかって聞いたらですね、どうもね、ちょっとブローバックうまくいかないと、なんかスライドのところうまくいかないから安く売ってるよと、ジャンクで売ってるよということで、買わさせていただきました。まずは海外メーカー得意のね、初速チェックということでね、まあこんな感じでね、いい感じの初速出てるんですけど、実際こんなに出るんかなっていうところですかね。はい、まあプラのねハードケースですけどもね、まあ安っぽいですけどね、あると便利ですからね、非常に助かりますね。そしてね、中を開けてみますとこんな感じですね。はい、まあこちらですね、順番に見ていきますと、まずマガジンですね。ずっしりと重いですね、金属製のマガジンですね。そして本体、そしてこれがねリアサイトかな、リアサイトだと思いますね、多分ね。はい、どこのメーカーなのかなって、ちょっとねこれどこのメーカーかわかんないですけどね、まずは。うん、でこちらですね、あとはクリーニングロッドとかね、こちらのねあのグリップのところの交換のものがついてたりしますね。うん、あ、これがクリーニングロッド、まあ取らなくていいか。はい、そしてこちらが本体とかで、結構ねずっしりね、メタルスライドですね、こちらね、結構しっかりした感じですね。スライドストップもしっかりかかりますね。あ、これマガジン今入れてない、じゃあちょっとマガジン入れてみますね。はい、でマガジンは入れると、ん、ちょっとねまだ今ね使い方把握してないな。あ、ちょっと引きが甘いのかな。あ、戻った。はい、自重でね、これ落ちるかな。あ、自重で落ちましたね。はい、マガジンは自重で落ちますというところですね。お決まりですね。はい、あ、しっかりかかりますね。引いた感じはいい感じですね。そんなに詰まったりする感覚はないですね。はい、そしてね、マガジンのテープをね、これ押してやるとね、こうやってガスを注入する場所が出てくるということでね、ちょっとこれがめんどくさいですね。この仕様は丸井さんと一緒なのかな。はい、そしてねこちらの方にねガスをねちょっと入れていきたいと思いますね。さあ、ちゃんと動いてくれるかな、心配だな。はい、ちょっと多めにガス入れてみましょうかね。テストですけどね、まあちょっと、まあでもこんなもんか。はい、じゃあちょっと入れてみて、はい、これがねまたね全然閉まんなかったですね。はい、よし、閉まったな。よし、そしてねまずはこちらを入れて、マガジンを入れて、さあ1回ね、はい、打ってみますかね。おお、しっかりと動きますね。はい、ちょっとねスライドストップを下げながら打ってみます。ちゃんとブローバックしますね。今のところ問題なさそうな感じですね。おお、いいと思うんですけどね、今のところはね。はい、ちょっとね外観をしっかりとね、じゃあ見ていきますか。はい、こちらねちょっと調べたらね、あの箱に書いてあったね、あのグロック17のところをちょっとヒントでね検索したら、アローダイナミックのね商品らしいですね。でね、ちょっとねやっぱりマガジンの方にどうもねちょっと問題抱えてるっぽいですね。でどうもね丸井さんのねグロックのマガジンと共有か、もしくは若干削ったりすると使えるようなことがねレビューの方に書いてありましたね。なんで今ちょっと持ってないんでね、今後はちょっとそれを使えたらなと、手に入れてね使いたいとは思いますけど、今回はまああのこちらについている純正のマガジンで、レビューしていきたいと思います。ということでね、結構ねちゃんとね刻印はね、ありますね。はい、外観もいい感じで、そんな悪い雰囲気ではないですね。じゃあ実写性能試してみましょう。
はい、じゃあねちょっとね打っていきたいと思います。結構ちゃんと打てるな。ちゃんと球も出てますね。はい、出てますね。今度上から見てみますか。はい、行きます。はい、打ってみましょう。はい、打てますね。ちゃんと打て、あーちょっと若干球使い切ってないけどちょっと詰まりましたね。はい、もう一回行きますか。うん、あー詰まるな。ちょっとねやっぱ球数が少ないと詰まるっぽいですね。はい、初速はどんな感じかな。 0.2g 弾使ってます。はい、 66.55、 59.08、 64.47、 62.16、 61.00、 60.66、 58.72 という感じで、また詰まったな。あーでもまあだいたいね丸井さんの前半ぐらいの初速ですかね。はい、集団性見てみましょう。だいたいねこれちょっと室内で 3m ぐらいのレンジでやってます。はい、お結構ね命中精度は悪くないですね。まあど真ん中狙っていって、まあ適度にね、うん、当たりますね。あー悪くはないですねこの感じはね。はい、いい感じでいけるかなと。ただちょっと詰まるんですよね。なんでいちいちマガジン抜いてもう一回ねちょっとビビダン弾き出してもう一回入れ直してみたいなことやってますね。なんでねちょっとやっぱりねマガジンかな。マガジン、丸井さんのマガジンね、グロックの17か18で共通してるみたいですね、調べた感じではね。それをまあ手に入れてね今後はね使えたらいいと思います。この状態ちょっとねサバゲーに持っていくのは怖いですね。いざ打とうとした時にね打てなかったらね余計ねちょっと邪魔なだけということになっちゃうので、まあ室内でねこういった的当てとかね、ちょっとねカシャカシャやる分にはねいいかもしれませんね。はい、こんな感じですね。ということでね、まあなんとか打てましたね。あのマガジンにはちょっと問題抱えてますけども、2000円で買ってねお買い得でしたね。グロックジャンクでしたけど非常にいい商品買えましたということでね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。紅葉でした。またな。どうも紅葉です。今日はですね東京マリンバトルタンク90式戦車をレビューしていきたいと思います。こちらの戦車ですね、今から約24年前の商品になりますね。じゃあ行ってみよう。新レトロモダン、24分の1ラジオコントロールバトルタンクですね。タイプ90ということでね、陸上自衛隊のね90式戦車が、ね、モデルとなっております。そしてね最大射程約 25m の電動エアガン搭載ということでね、さすが東京丸井さん、本当にねお得意のね技術が詰まったね非常にね高精度なラジコになっております。こちらはねもうあのコチカメでもねりょうさんがね遊んでましたね、こう戦闘させながらね。あの当時ね本当に自分も持ってたので非常にね面白くねその巻はね読ませてジャンプで読みましたね。楽しく読みました。はい、こちらねもう最初からね迷彩のペイントがされているので、あのもうわざわざね塗装しなくてもいいということですね。もうほとんど作ってありますのでね、ちょっと細かい部品だけくっつけますけども、もうほぼ完成済みという形になっております。本当にねいい動きをしてるんですよね。でまあやっぱりちょっとエアガンが積んでありますのでね、注意書き等もねちょっと書かれておりますね。まあ一応ゴーグルね、ビビタン打つときはゴーグル等でね目を保護してみてください。まあちょっとね24年ぐらい前のものですね、ずっとね押し入れにしまってたのでね、若干ちょっと擦り切れ等々がこの箱にはありますからね、経年劣化がね感じられますね。さあ、じゃあ早速開いていきましょうかということで、はい、じゃあじゃあじゃあじゃーんという感じでね、ちょっといろいろ入ってますね。まずね上の紙見ていきますかね。まずこういったね、エアガンにもねよく積んであるねこういったねあの注意書きですね。危険ですからね、 BB 弾がね発射されますので。そしてこちらが何かの応募はがきですね、アンケートかな。はい、そして次がねこの当時のカタログですね。ラインナップがねまたこれね、こうエアガンやってるサバゲーとかやってる人たちから見てもらうとねよくわかるんですけど、非常に懐かしいラインナップがね並んでおりますね。めちゃめちゃ懐かしい。まだね次世代のねエアガン出てない時代ですよね。こちらね BSG はですね、その当時憧れのねエアガンですね、電動ガンかな。はい、こんな感じでね、
トンプソンもあったんですね、この時代ね。懐かしいね、これね。うわ、懐かしい。ラインナップが本当に懐かしいですね。あ、もうこの頃ね、シェル式のね、ショットガンあったみたいですね。はい、こんな懐かしいラインナップですね。そして、こちらですね。ターゲット用紙ですね。ビル弾出ますからね、ターゲットに使いますと。そして、バトルタンクの説明書ですね。まあ、やっぱりね、エアガン積んでありますのでね、注意書きがね、いろいろ書いてありますね。うん。自分に向けて撃つなよということですね。あと、人にも撃つなよということです。はい、こんな感じですね。まあ、いろいろね、よく読んでいくとね、面白いんですよね。あ、こんな機能あったんだなって、ね、久しぶりだけでね、思い出しましたね。はい、そして中を見ていきましょう。本体ですね。はい、ということで、ひっくり返して中を見ていきます。まずはですね、こういった 0.12g の、ね、BB 弾ですね。軽い BB 弾ですね。はい、使ってません。そしてこちらは付属品ですね。いろいろね、ちょっと細かい部品もうこれくっつけてあるのでね、ランナーしか入ってませんけども、ランナーが入ってて、まあ、あとね、その部品ですね、外付けの部品がね、中の方にね入っておりますね。あとジグですね。こうちょっと穴開けてあるんですけど、ちょっと入りづらい時にジグ、この鉄の棒を使ってね、ジグでね、穴をぐりぐり広げるってこともできます。はい、こちらですね、戦車兵がね乗ってますね。ピンが合わないけど、はい、簡単に着速されてます。あ、あとでこちらね、はい、機関銃ですね。はい、これ何の機関銃かな。はい、これがついておりますと。はい、そしてデカールシールかな、まだ貼ってないですね。はい、そしてこちらワイヤーですね。後ろにくっつけるものですね。はい、そしてこちらがコントローラーですね。アンテナは伸びますと。表と裏ボタンがあります。こちらこう両方押すとね、ビビ弾発射できる機能が備わっておりますと。そして本体です。こちらですね、本体が、まあ、こんな感じでね、非常に出来がいいね。もう 着色されてますからね、いい、かっこいいですね。ちょっとね、もうだいぶずっとお尻に入ってたので、ほこりがちょっとついてるかもしれませんけどね。箱を閉めといたんですけど、ちょっとやっぱりほこりが張り込んでるみたいですね。はい、側面。非常にかっこいいですね。塗装もされてます。さあ、結構いろいろね、部品がくっついててね、実は触るときちょっといろいろポロポロ落ちるときもありますね。はい、後ろですね、こちらスイッチとね、電池ボックスがありますね。27mHz ですね。2つヘルツ選べたかな、確かに。そしてこちらがね、9ボルトとね、単三電池がね、8本必要になりますね。はい、まずは9ボルトのね電池、コントローラーの方に使います。なかなかちょっとかっちりね、しっかりはめないとね、なかなかくっついてくれないですね。そして蓋を閉めると。はい、そして24年ぶりにスイッチオン、つきましたね。はい、スイッチつきました。あ、よかった、動いたね。はい、そして、炭酸電池はこちらをね開いて、はい、入れていきますと。結構ね、8本も入れるのでね、結構大変ですね。充電式じゃないとね、あっという間になくなっちゃいますね。電池代もねバカにならないと。はい、そしてこちらでスイッチオンと。はい、
ね、こちらも電池を入れて、さあ動くかな。あー動いた、よかった。24年ぶりに動きましたね。なんかちっちゃい部品が取れた。はい、じゃあちょっとね行ってみますかね、動かしてみますかね。まずは前進ですね。そして、下押すと、あのちょっと斜め、若干難しいんですが、バックが難しいんだよね。はい、こんな感じですね。そしてこちら砲塔がこんな感じでね、ずーっと回っていきますね。押しっぱなしでずーっと回っていきます。そしてこの辺り引っかかっちゃうんですね。はい、そして反対方向もずーっと押しっぱなしだと回っていきます。いい音しますね。なかなかね、本物みたいな音がしますね。本物はもうちょっと大きな音ですけども、はい、こんな感じですね。はい、まっすぐにするときはこのようにぐーっと回して、結構ね行き過ぎちゃうので、あとはちょっと微調整ですね。はい、ってな感じですね。そしてこちらですね、砲塔がこのように押しっぱなしで上下しますね。これでちょっと高い位置のね的も撃つことができます。そして BB 弾はね、今 BB 弾入っておりませんけども、後ろのボタンと前面のボタンを両方押しっぱにするとこのようにランプが光って BB 弾が撃てますと。はい、そしてね BB 弾はね、こちらスイッチを入れないと撃てないんですけど、こちらにジャラジャラジャラとね入れることができますけども、このように 0.2g 弾だとですね、重すぎてねあんまり飛ばないので、こちらの 0.12g の弾を使います。はい、こちら入れていきましょう。はい、こんな感じでねバラ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 巻いてますね。はい、そしてねこれはね撃たないときはねこの保護キャップつけておきましょう。危険ですからね。さあまずは走行テストです。このような段差もねキャタピラのおかげでこのようにね、簡単に通過することができます。そして傾斜もね、はい、こんな感じでね余裕で登ることができます。はい、そしてねこのようにね上の斜め上と下をこのように回転できますね。これ本物戦車もできますね、といったことでね。はい、こんな感じでねスムーズにね動きますね。砲塔も上、よかった。本当24年ぶりに、ね、動かしてますけどね、走行はね問題なくできますね。安心しましたね。あとですね前進なんですけど、通常はこのような感じのスピードなんですけども、あのブースト機能がございまして、下のボタン、黒いボタンとね前進ボタンを同時押しするとね非常に早く移動することができます。じゃあやってみましょう。はい、こんな感じですね。いきます。ほらさっきより早いですね、だいぶね。はい、そしてね BB 弾撃とうと思ったんですけどもね、実はこれねちょっと問題が発生しまして、どうもね BB 弾詰まっちゃってね、これいろいろねやってみたんですけども、どうも取れない。これ分解しないと無理かなっていう結論。2時間ぐらいね、実はね、いろいろやって、2時間言い過ぎか、1時間ぐらいかな。で、こういったクリーンロッドでね、押したりね、振ったりね、いろいろ調べたりしたんですけど、やっぱり分解しないとちょっとどうも無理っぽいですね。ということでね、今回はね、BB 弾発射、こんなね、まとも用意したんですけども。はい、ということでね、最後はね、BB弾撃ちたかったんですけどね、残念ですね。まあ、いつか直してね、BB弾発射させたいと思います。ということでね、今後もね、こういったちょっと懐かしいね、商品をね、紹介していきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。紅葉でした。またなー。はい、という感じでね、今回はミリタリー系とかね、サバゲー系の動画を総集編として見ていただきました。今後ともですね、
こういったミリタリーサバゲー系にも力入れたいと思います。こよでした。またな。チャンネル登録、 X、 ツイッターフォロー、高評価をお願いいたします。